リッと焦げ目がつくように両面を焼いた焼きそばにとろーりとろみをつけた菜の花とエビのスープをかけます。耳で楽しむ美味しいスープレシピ、今回作るのは菜の花とエビのスープ焼きそばです。皆さんこんにちは、スープ作家の有賀薫です。季節は春を迎え、春野菜が美味しくなる時期になりましたね。今回使う旬の食材は菜の花です。菜の花には栄養が豊富に含まれていて、特に旬を迎える春先には最も栄養価が高くなります。季節の変わり目で体調を崩しやすい今の時期には積極的に食べたい食材ですね。そんな菜の花を使った菜の花とエビのスープ焼きそばは春の訪れを感じられる満足感たっぷりの一品です。実際に作りながら調理のポイントなどもお話していきますので、ぜひ一緒に作ってください。まずは材料紹介です。2人分です。菜の花1束、むきえび小8から10尾、焼きそば麺2つ、これはレンジで1分ぐらい温めておいてください。塩小さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、片栗粉大さじ1、ごま油大さじ1、サラダ油大さじ2ですね。菜の花は結構いろんな種類のものがあるんですけれども、だいたい1束100から150ぐらいあれば大丈夫です。油を熱したフライパンで焼きそばを 3,4 分焼き、焦げ目がついたら裏返し、もう片面もこんがり焼いてお皿に移しておきます。切った菜の花をフライパンに入れて、塩、鶏ガラスープの素、ごま油、水 100ml を加えて蓋をし、1、2分強火にかけてください。菜の花がくったりしたら、エビと水 250ml を加え沸騰させます。1、2分煮たら水溶き片栗粉でとろみをつけて焼きそばにかけたら完成です。それでは早速作っていきましょう。まずちょっと深めのフライパンにサラダオイルを入れまして、火をつけます。はい、中火で熱していきましょう。サラダ油は大さじ1杯ぐらいですね。でこの後少し足すので手元に用意しておきましょう。焼きそばは蒸し麺が売ってますね。普段皆さんが使っているようなものでいいんですが、これをちょっとレンジで温めておきます。そうするとほぐれやすくなりますので、普通に焼きそばを作る時もこうするといいと思います。でこれを熱したフライパンの中に入れていきますね。ちょっと最初は少し軽く箸でほぐすようにしていきましょう。麺がざっとほぐれたら、あまりそれ以上動かさずにしばらくそのまま、焼いていきます。で、お好み焼きみたいに多分フライパンの中に広がっていると思うんですが、それをこうなんか全面焼くようなイメージで、お好み焼きをまさに焼くようなイメージで焼いていってください。火は少し強いぐらいでも大丈夫です。こういう風にするとお蕎麦のところにカリッと本当に美味しそうな焦げ目がつくんですね。でこの後あんをかけていくので、そのカリッとした焼きそばとそのとろっとしたあんのコントラストが美味しい料理なんです。
加減をちょっと見つつですね、少し時間がかかりますので、こちらでその間に菜の花と、エビの準備をしましょう。菜の花は洗っていきます。さっとね洗っていきます。水を切って、一番下の硬いところだけちょっと切り落としまして、あと大きさにもよるんですが、まあ、2つか3つですね。短いものなら2つ、長いものだったら3つという感じですね。ちょっとここ長いのと短いのが混ざってます。ちょっと3つ、穂先のところはなるべく切らないで残していきましょう。でこれで菜の花は OK です。でここでちょっとフライパンに少し戻りますね。様子見てみると、もうちょっと、あ、いい感じになってるな。これをですね、あのヘラを使ってもいいですし、いける人はポンとひっくり返していきましょう。慣れない人はもちろんあのヘラで返してください。でちょっとあのひっくり返すとカリカリに、もうすごいいい感じにカリカリに焼けてます。これまた少し、ほぐし、軽くほぐして、で裏側も同じように焼いていきます。ちょっとですね、あの裏側もう油を吸っちゃってるので、少しだけ油を足しましょう。それで全体にちょっと広げて、もうちょっと焼いていきます。結構なんか揚げ焼きそばとかもありますよね。あれをもう少し油少なめでやるというイメージなので、ここでは油割とたっぷり使っちゃって大丈夫です。それからエビはですね、冷凍のものを使っても大丈夫です。でもその場合は、しっかりと戻して水気をちゃんと拭き取って使いますね。で背わたは爪楊枝でピッとこう、引っ張るようにして取っていきます。で最近はね、結構こう取れてるんですよね。このエビもなんかどうも取れているんですけど、ちょっと、取り切れてないところも少しあるのでやりますが、まあ、大体取れてますね。大丈夫みたいです。はい、でこんな風にして取っていきます。でエビの方も大体いいんですが、そろそろ焼きそばの方もいい感じになってきました、まあ、全部にね、全部に全部こ焦げ目をつけなきゃいけないというわけじゃなくて、結構ムラになってる感じで大丈夫です。でさあこのぐらいでいいと思います。できたらお皿の上にこの焼きそばを取り分けてしまいましょう。この同じ焼きそばを焼いたフライパンで続いて調理をしていきます。さあ、じゃあ今度は、菜の花を調理していきます。菜の花をフライパンに入れますね。もう熱くなってるんでこんな感じですね。結構すぐに火が通っていきます。ここに、塩、それから鶏ガラスープの素、それからごま油、そして水 100ml を入れまして、ちょっと混ぜてから蓋をしっかりして、このまま 1、2 分ちょっと蒸しにしていきます。火は強火ですね。はい、あの菜の花はあの野良ぼうなとか柿菜っていうあの名前で
こう出てるナッパがあるんですが、あれも実は菜の花の仲間です。でちょっと見た目も違って、穂先がいっぱいこうぎっしりついてるものもあれば、それから葉っぱがメインになっているものもあるんですけれども、使い方は基本的には同じです。その時スーパーに出ているものとか値段とか量なんかを見ながら合うものを買っていただければいいと思います。菜の花はね、ちょっとね今日は蒸しにしていますが、例えばこう焼き目をしっかりつけると、油中なんですが、その油中独特のちょっとねいい香りがしてくるんですよ。これがまた美味しいので、またなんかちょっと機会があったらフライパンでオイルでこうしっかり焼くみたいな調理法も試していただきたいです。今日はね蒸しにして柔らかく食べていきたいです。さあもうそろそろほら菜の花が蓋開けるとくったりしてますね。色もすごく鮮やかに綺麗になってます。ここにね先ほど下処理したエビを入れちゃいます。でここにさらに水250ml を追加していきましょう。これまた沸騰させて1分か2分ぐらいですかね。エビに火が通ればもう菜の花はできていますので、このまま様子を見ていきましょう。土日とかそれから春休みとか夏休みみたいなお休みの日の家族のお昼ご飯って結構悩みませんか？すごくこういつも同じになっちゃうっていう声よく聞くんですよね。でそういう時に頼りになるのがこう麺類なんですが、例えばパスタとかラーメンってこう大量のお湯沸かさなきゃいけないし、意外となんかじゃあつゆは別に作るとかね、ソース別に作るとかでめんどくさかったりするじゃないですか。その点なんか結構焼きそばっていいなと思うんですね。いきなりフライパンでこう焼き始められるし、でただ焼きそばって常になんか同じソース焼きそば、豚とキャベツと入れてソース焼きそばみたいになってしまうので、まあ、そんな時におすすめなのが今日ご紹介してるようなそのあんかけの焼きそばなんですよね。で今日やってるようにフライパン一つでできてしまいますし、でタンパク質一つとあと葉物野菜があれば本当にちょっとの具だけでもかなり満足感の高い一品になりますし、バリエーションも作れるのでとてもおすすめです。炒めてね、そして水を差して片栗粉でとろみをつければ OK なので、本当にいろいろ具を入れようってあんまり思いすぎないでください。かえってねいろんな具を入れると煮え加減とかも気にしなきゃいけないし、味もこうなんか何組み合わせればいいのって悩んじゃうので、むしろシンプルに潔くいった方がいいと思います。今回は季節の菜の花とエビでやったんですけれども、例えば他には小松菜と豚バラ肉とか、あとキャベツとひき肉とかね、それからニラと牛の薄切りなんかもすごく美味しいんですよね。ニラと牛肉の時はね醤油味にすると美味しいと思います。こんな風にね本当にいろんな組み合わせでできるので、お昼ご飯にちょっと変わったものが食べたいなと思った時にぜひお試しください。今日はね菜の花とエビっていう組み合わせにしたんですが、季節柄なんかちょうど旬の野菜でこう青みの綺麗な野菜ないかなと思った時にこう菜の花が目についたので、よしこれを使おうっていう風に思いました。でそれにまあもちろんお肉とかね、それからハムとか意外とベーコンなんかを合わせてもいいんですが、やっぱりエビのこう綺麗なピンクがね菜の花と合わせたらすごくいいんじゃないかなと思ってこの2つを選んでみました。まあ、中華風なね組み合わせでもあるので、まあ、塩味だけどごま油とかちょっとね鶏ガラスープなんかを加えてパンチを効かせています。はい、じゃあ、もういいかな。エビも煮えてますし菜の花もしっかり煮えてます。ここに水溶きの片栗粉大さじ1を入れていきますね。ちょっとずつ入れて混ぜながら均等にとろみがつくようにしましょう。少しね火にかけてるととろみが濃くなっていきます。おーグツグツいい感じです。菜の花のグリーンとエビのピンクが本当に綺麗なんですよね。それがこの料理の魅力です。で、これじゃあ火止めていきますね。
あ、いい感じ、とろみもすごくいい感じについてます。さあ味はいかがでしょうか。ちょっと味見をしてみます。うん、ちょっとねこれおそばにかけるので少し濃いめかなっていうぐらいの方が、焼きそばにかけた時にちょうどよくなると思います。焼きそばの方には何も味がついていないのでちょっと濃いめに作りましょう。これを先ほど器に盛った焼きそばにたっぷりかけていきましょう。お家にね二口コンロがある人はスープを作ってる間に焼きそばを作って、カリッと焦げ目をつけたところにこのスープをかけると結構ジュッて音がして、ね、それはそれでまたすごくいいんですよね。今日はちょっと一つのフライパンで作る方法でやっています。結構たっぷりかけたら、はい、菜の花とエビのスープ焼きそばの完成です。これ後で好みでねからしとかお酢をちょっと添えてもいいと思います。さて作っていただいた皆さん、お味はどうでしょうか。エビの旨味と菜の花のほろ苦さが美味しい春を感じられる一品に仕上がりました。皆さんも美味しくできましたか。耳で楽しむ美味しいスープレシピ、今回は菜の花とエビのスープ焼きそばをご紹介しました。さあなんかこのパリッとしたね焼きそばが本当美味しいですよね。さあ皆さんはいかがだったでしょうか。楽しんでいただけていたら嬉しいです。作り方はアイスモのサイトにも写真付きで載っています。そちらも参考にしながらぜひ作ってみてくださいね。そしてアイスムのサイトでは感想やリクエストを送ることができます。気軽に送ってみてください。 SNS などで作ったよっていうご報告もお待ちしております。美味しいスープを食べて今日も一日元気で過ごしてください。それではまた次回お会いしましょう。有賀薫でした。